こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人ミニマリストの春服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。こちらの企画に関しては結構毎シーズン恒例でやっていまして、結構人気があるんですね。というのも、ミニマリストを目指していたりだとか、すでにミニマリスト的な生活をしている方にもですね、こういった動画は喜んでいただいているんですが、まあそれ以外にも、ついついですね、服の量って増えがちの方が多いと思うんですね。まあそんな時に、改めてもうちょっとこう服の量を減らしたいなとか、まあ、最小限の服だけで過ごしたいなという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そういった方に結構役立つ動画として使っていただきたいなと思ってるんですが、まあ、そもそも僕自身がですね、決してこうミニマリストというタイプでもないんですね。というのもファッション系の YouTube をやっていますので、日々いろんなお洋服を買って実験するわけなんですね。自分が着たものしかリアルにですね、皆さんに良いとか悪いとかって言いづらいので、いろんな服をついつい買ってしまうわけなんですね。なので事務所のですね、クローゼットの中は服がパンパンな状態なんですが、一方で自宅のクローゼットは割とコンパクトになってるんですね。まあ、自宅に並んでるものは僕が休日だとかオフの時にですね、リアルに着るものが多かったりするんですが、そういったものはいろんなバリエーションがあるというよりは少数精鋭の気分が上がる服だけがですね、並んでる状態なので、割とパンパンではなくて隙間がある状態なんですね。まあ、そういった意味ではプライベートの僕は結構ミニマリスト的な感覚に近いかなと思っています。ということで、今回はそんな僕自身がですね、もしミニマリストだったらこの5点のアイテムで春を乗り越えようかなというものをですね、厳選して選んでみましたので、よかったら皆さんの服選びの参考にしていただければなと思っています。まあ、僕自身いろんな動画を普段皆さんにお届けしてるかなと思うんですが、イケオジだとかおしゃれパパだとかベーシックな着こなしだとかトレンド感のある着こなしだとか、まあ、その中でも今回ミニマリストの視点でアイテムを選んでるので、またちょっといつもとはですね、色だとかアイテムの素材感だとか、そういったところも含めて選び方の基準が変わってくるかなと思うので、まあ、ぜひ最後まで楽しみながら見ていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、ミニマリストの春服を皆さんに一つずつご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、着こなしの中でも主役になるようなアウターから行ってみたいなと思います。まあ、今回具体的なアイテムをですね、もう出していきたいなと思ってるんですが、まずはこちらですね、ユニクロのウィンドプルーフスタンドブルゾンですね。こちらは以前もご紹介しましたが、今年の春ですね、ミニマリストの方にお勧めしたいアウターとしてはこれは鉄板かなと思っています。まずはですね、アウターというのはいろんなジャンルがあるんですが、まあ、その中でもやっぱりこうステンカラーコートのような着丈の長いアウターですね、これがもう大人のですね、大鉄板だと思うんですね。ある程度丈が長くて綺麗さがあって、だけども色をベージュとかにすればそこまで重たくなくてカジュアルにも適したアイテムかなと思うんですが、まあ、ミニマリスト的にはもうちょっと気軽に動きやすい方がやっぱりいいかなと思うんですね。まあ、僕自身もですね、ステンカラーコート好きで着ますが、やっぱり仕事って感じなので、もうちょっと日常とかを考えると丈の短いブルゾンというジャンルの方がミニマリスト的には使いやすいかなと思うんですね。そうなるとよく出てくるのがですね、僕も動画の中でもよくお伝えしているようなナイロンジャケットだとかマウンテンパーカーみたいなジャンルになりますね。そうなると結構ミニマリストの方でもノースフェイスだとかアークテリクスだとか、このあたりを着てる方は非常に多いと思います。そして僕の過去の動画を見ていただくと、やっぱりこのあたりはよく出てくるかなと思うんですね。もちろん未だにノースフェイスのコンパクトジャケット最強だと思います。こちらを使っていただくのもいいかなと思うんですが、今回はあえてショート丈のブルゾンでスポーツブランドのロゴが入ってないものを選出したいなということで、今季はこのユニクロのウィンドプルーフスタンドブルゾンがめちゃくちゃ良かったですね。丈が短くてスポーティーな見た目になっているんですが、まあユニクロなのでロゴもないですし、スッキリとしたデザインになってるんですね。まあスタンドカラーという襟元だけでも旬な雰囲気も漂いますし、サイズ感も緩さがあって、素材的にもシワにもそこまでなりづらいですし、適度な張り感とかもあったりするので、暑いなと感じたら脱いでバッグの中に収納した時にもそこまでこうシワが目立ちやすいものではないので、ありがたい点かなと思います。あとは小雨程度を弾いてくれるような撥水加工もあるので、機能面でも充実してるんですね。そんなこう大雨を防ぐほどの機能は僕は必要ないかなと思うので、撥水加工ぐらいでちょうどいいかなと思ってまして、機能的でミニマルなデザインで、とにかく着回しが
が聞きやすいという点では、これ最強かなと思います。僕の考え方としては、基本的にアウターって主役級のアイテムなので、ちょっと頑張っていいものを買った方がいいなという考え方なんですね。ですが、このユニクロのこのブルゾンに関しては、めちゃくちゃよくできてるんですよ。なので、価格帯上げてもこれ超えるものってなかなか出づらいかなと思うぐらいなので、ですので今回ミニマリスト志向の方にはこちらのブルゾン、ぜひチェックしていただきたいなと思います。で、カラーに関してはもうブラック一択です。他にもオフホワイトだとか、ブラウンだとか、オリーブというカラーがあるんですが、どれもすごくいいんですけども、やっぱりですね、ミニマリストのライフスタイル考えると、なるべくですね、色はシャープにした方が使いやすいと思うんですね。で、色がちょっと明るくなったりだとか、変化球交えると、ややや暮ったく見えたりだとか、ユニクロのアイテムなので、結構僕からするとユニバレしちゃうんですね。あ、ユニクロのあのブルゾン着てるなっていうのがわかるんですけど、結構ブラックのシャープなもの着てると、どこのブランド着てるかわかんないなというですね、匿名性もあるので、そのあたりも含めて僕はブラックを押したいなと思うんですね。で、色ってやっぱりこうブラウンだとかオリーブ系って、微妙な色の違いで高級感が出たりだとか、ちょっとチープさが出たりしがちなんですが、ブラックに関してはそのあたりが結構わかりづらいんですね。ですので今回はこちらブラック一択でおすすめしたいなと思います。まあ、これをベースにしながら、あとはトップスのバリエーションをもう少し広げれば結構様々な着こなしができるかなと思うので、ぜひ今季はこちらのですね、ユニクロのウィンドウプルーフスタンドブルゾンですね、ミニマリスト志向の方には一押しなので、改めてチェックしてみていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、先ほどアウターを言ったので、今度はその内側に着るトップスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、ミニマリストの方にお勧めしたいのはこちらですね、スウェットです。はい、トップスとして僕の動画の中でよく出てくるのはスウェットじゃなくてニットの方なんですね。まあ、ニットの方がやっぱり素材の雰囲気からして上品で綺麗めに見えるので、大人世代には断然似合いやすいんですね。ただそのニットにもですね、やっぱりデメリットがあって、手入れのしやすさですね、そして気軽さというところで言うと、やっぱりスウェットの方がカジュアルで圧倒的に使いやすいんですね。僕もですね、最近はスウェット使う機会がめちゃくちゃ増えていまして、この秋冬に関してはニットよりも断然スウェットの方がよく着たんですね。で、実際に運用してみると気軽に洗濯しやすかったり、サクッと着やすかったりだとか、引っ掛けてしまう心配性とかもだいぶニットに比べると気軽なので、まあ、使い勝手はいいかなと思うんですね。なのでミニマリストのライフスタイルを考えると、ニットよりもスウェットの方が僕は合ってるんじゃないのかなと思います。で、ちょっと具体的なものを今回ご紹介したいなと思ってるんですが、スウェットに関してはユニクロであえて僕は選ばない方がいいなと思っていまして、もともとカジュアルなアイテムなので、それをこうユニクロとか GU で揃えるのも悪くないんですけども、こういったものこそちょっと頑張って良いものを買った方が大人っぽく上品に映るかなと思うので、今回ご紹介したいのは CGS です。カリフォルニアジェネラルストアのですね、オーガニックスウェットクルーネックですね。これがですね、すごいいいんですよ。僕もですね、こちらのカリフォルニアジェネラルストアというのは、ここ数年知ってですね、ちょこちょこと買い集めているブランドなんですが、ユナイテッドアローズグループの今は一員になっていまして、カジュアルなこういったスウェットだとか、あとはジージャンだとか、このあたりのちょっとこうアメカジテイストのものをですね、作るのが上手なブランドなんですけども、ここのオリジナルのスウェットがすごくいいんですよ。正直ちょっと秘密にしておきたかったところもあるんですが、まあ、このスウェットすごくいいので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思います。カラー展開も豊富なんですが、個人的におすすめしたいのは、先ほどのブラックのスタンドカラーのブルゾンと合いそうなとこで言うと、まずは深めのですね、ミディアムグレーですね。このあたりはブラックとグレーでモノトーンで合わせることもできますし、かなりですね、使い勝手のいいシャープな色合いかなと思います。そしてもう一色ですね、まあ、もっとですね、明るめのライトグレーですね。これはもうほとんどホワイトに近いような明るめのグレーになっていまして、ちょっとこう華やかさだとか明るい感じを出したかったら内側ですね、まあ、僕も今ライトグレーのスウェット着てますが、このような形でちょっとこう明るい雰囲気を出すことができるので、まあ、この2色をチェックしていただきたいなと思います。まあ、オーガニックコットン 100% の素材を使ってですね、まあ、ふっくらと膨らみ感のあるですね、生地の風合いになっていまして、このあたりにも上品さを感じるんですね。で、従来のスウェットって部屋着っぽくですね、まあ、中途半端なジャストサイズみたいなものが多かったかなと思うんですが、まあ、最近のトレンド感のあるスウェットというのは少しゆったりめのものが多いんですね。身幅に関しても少しゆとりがありますし、袖のあたりも少しですねゆとりがあったりするので、このあたりが現代的なスウェットの雰囲気になってるかなと思います。で、表面もですねウォッシュ加工してあるので滑らかで肌触りもいいですし、着心地が抜群なんですね。で、素材もいいし、デザイン自体はミニマルなんですが、カリフォルニアジェネラルストアのロゴがですね割と下の位置にですねついていまして、これもデザイン的
なちょっとしたアクセントになっていて、すごくバランスがいいんですね。まあ、スウェット好きにはたまらないような一着になっているので、ぜひこちらはおすすめしたいスウェットかなと思っています。僕もですね、今シーズンスウェットめちゃくちゃ色々と買ったんですね。無地も面白いんですが、意外とですね、ちょっとしたロゴが入ってるのも悪くないなと思うんですね。まあ、ロゴも難しくて、わかりやすい高級ブランドのロゴっていうのは、ちょっとこう、難しさもあったりするんですが、カルフォルニアジェネラルストアのロゴというのは、知ってる方はそんなに多くはないと思いますし、まあ、デザインの一部としても美しいかなと思うので、こういったものだと入ってるだけでもちょっとこう違いが楽しめるので、まあ、僕はバランスがいいんじゃないのかなと思っています。ブルゾンが結構値段を抑えられるので、その代わりトップスはちょっと頑張って良いものを着ると、これ1枚になっても割とバランスいいですし、意外とですね、季節も冬も使えて、春も使えて、秋も使えて、まあ、3シーズン使えるので、ニット同様にすごくですね、長いシーズン使えて、着回しも効きやすいアイテムかなと思うので、まあ、ぜひミニマリストの方はこちらのスウェットをすごく使いやすいので、まあ、第一候補はミディアムグレーかな。結構シャープでかっこいい色合いなので、こちら。そして明るさを出したい方はライトグレー。ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、先ほどはですね、スウェットをご紹介しましたが、スタンドカラーのショート丈のブルゾンとスウェット、これ相性がいいですが、どちらもカジュアルなので、それだけだと、やっぱりちょっとこう着こなしとしては、ややカジュアルな方向に振りすぎてる感じもするので、ちょっと綺麗なテイストのものもトップスとして1枚持っておくと便利かなと思うので、今回ご紹介したいのは、まあ、こちらのようなブルーの無地シャツですね。襟に関しては、まあ、今回ご紹介している公園のブロードバンドカラーシャツのようなバンドカラーの襟型でもいいかなと思いますし、あとはこちらのようなレギュラーカラーですね。まあ、どちらでもいいと思います。まあ、最近はこのようなブルー系のシャツってトレンドアイテムの一つになってまして、いろんなブランドからリリースされていますが、このようなアイテムも結構ミニマリストの着こなしにはハマりやすいかなと思います。ブラックの重ためのスタンドカラーブルゾンの内側にライトブルー入れるだけで結構華やかな印象になりますし、爽やかで清潔感も漂うんですね。だけどもいわゆる白シャツのような本当に真面目っぽいシャツよりはブルーということで少しカジュアルさも出るので、ミニマリストの着こなしの中の緩いんだけどもちょっとストイックな感じにもすごく相性がいいのがまさにこのあたりのシャツかなと思ってるんですね。でシャツというといちいちこうアイロンかけるのがめんどくさいという方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、このあたりのシャツというのは、まあ、洗濯してシワシワっていう状態はさすがに良くないですが、まあ、軽くアイロンをかけるぐらいで少しシワがあっても全然問題ないかなと思うんですね。むしろ自然なシワがあったぐらいの方が味わいとして雰囲気が出やすいかなと思うので、そのあたりはそこまで気にする必要はないのかなと思っています。まあ、僕自身もシャツ大好きでよく着ているんですが、そんなにアイロンをしょっちゅうかけることはないんですね。なのでそのあたりのケアにおいては気にされなくていいかなと思います。まあ、カジュアルに過ごしたいなという時にはスウェットを着てもらって、その上にブルゾンを着る。でちょっと綺麗めな雰囲気を楽しみたいなという時にはシャツですね、レギュラーカラーかバンドカラーのブルーシャツを着てもらえば、ブルゾンを脱いだ時にも様になりますし、重ね着でもすごく綺麗な色合いが出せるかなと思うので、ぜひミニマリストの方は1枚は小綺麗なブルーシャツ持っておいていただければなと思っています。はい、続いて4点目はボトムス行きたいなと思ってるんですが、まあミニマリストの方におすすめするボトムスとして、初期の頃はブラックのイージーパンツ一押しで僕もやってきたんですが、最近はですね、意外とグレー系が使いやすいなというふうに感じていまして、今回ご紹介したいのは、先日もちょっとこれ出しているんですが、やっぱりバランスがいいのでご紹介したいんですが、シップス別注のグラミチ2ウェイストレッチウールライクトロピカル NN パンツですね。これが、まあ今期の中ではめちゃくちゃ使いやすいんじゃないのかなと思っていまして、まずはですね、ボトムスの見え方としてはすごく綺麗なウール調の雰囲気になってるんですね。で、ミニマリストの着こなし的にはちょっとシャカシャカしたようなテイストの方が使いやすいと思いきや、ブルゾンが結構ですね、そういったスポーティな雰囲気があるので、それに対してボトムスも同じような素材感にしてしまうと結構カジュアルな雰囲気に触れすぎてしまうんですね。しかもスウェットなんかも使うので、それとの相性の良さを考えると、スラッツそのような綺麗さがあるんだけども、履き心地はものすごくいいというような、このあたりのバランスが一番いいかなと思ってまして、今回はこちらのグラミチのボトムスをご紹介したいなと思っています。まあ、もともとグラミチなので、こう綺麗なウール系のパンツが得意なブランドというよりは、まあ、ベルトがついてたりだとか開脚がスムーズにできるような履き心地の良さ、このあたりに特化してるわけなんですね。そこがベースになりながらもシップス別注ということで、ちょっと上品な大人っぽい素材を乗せてあるんで、うまくカジュアル
と綺麗めをミックスしたような、そんな一本に仕上がってるんですね。見た目はすごく綺麗なんですよ。だけども2ウェイストレッチということで、もう本当にですね、ストレッチも効いていて履き心地もいいので、ミニマリストのライフスタイルにも合ってるかなと思います。でグラミシオパンツって意外と細身のものも多かったりするんですが、腿周りは適度に緩さがあるようなちょいゆるのシルエットなんですね。だけども膝下テーパードかけているので、やぼったく見えることはないようなシルエットなので、まあ、このあたりも含めて結構いろんなスタイルにも合いやすいような鉄板の一本になってるかなと思います。これだったら先ほどご紹介したスタンドカラーのブルゾンのブラックと相性めちゃくちゃいいですね。ブラックとグレー、この組み合わせはもう鉄板ですし、その内側にスウェット持ってきても、あとは先ほどのブルーのシャツなんかはものすごく相性がいいかなと思うので、スタイルが完成しやすいかなと思います。で注意すべきなのは、テーパード効いていて裾幅がやや細めになっているので、それに合わせる靴に関してはボリューム感があんまり強すぎちゃうとちょっともたつくかなと思うので、まあ、こちらの写真にあるような白系のレザースニーカーだとか、そのあたりのあんまり高が高くないスニーカーの方がハマりがいいかなと思うので、そこだけ注意する必要があるかなと思うんですが、非常に使いやすいボトムスかなと思います。もしくはユニクロのタックワイドパンツのグレー系も間違いがないかなと思うんですね。そのあたりだと裾幅がですね、そんなに細くないので、ニューバランスだとかボリューム感のあるようなスニーカーでも相性が良かったですので、まあ、そのあたりのスニーカー次第でチップス別注のグラミチか、もしくは定番的なユニクロのタックワイドパンツか、皆さんも選び分けていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は足元スニーカーですね。これは何がいいかなということで、今回はですね、絞りきれずにいくつか持ってきたんですが、まあ先ほどお伝えした通り、ボトムスの裾幅ですね、これによってどれを選ぶのかが変わってくるかなと思っていまして、グラミチのですね、テーパードの効いたボトムスに関しては、やっぱりある程度高が高くないスニーカーですね。こう見比べてもらうとわかると思うんですが、ニューバランスは結構高が高いんですね。一方で、まあこちらのですね、白系のアディダスのサンバとかは割と甲が低くてスッキリとしているので、まあ、こちらだったらよりですねグラミチには合いやすいかなと思います。一方でユニクロのタックワイドパンツだったらどちらもいけます。ニューバランスのようなちょっとこうボリューム感があるものだとか、あとはサロモンだとか、最近はアシックスですね、このあたりも旬なスニーカーになってきているので、まあ、ボリューム感あるようなスニーカーを選ぶのであれば、ユニクロのタックワイドパンツが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。でミニマリストのスニーカーに関しては、僕はですねアディダスのスタンスミスだとか、そのあたりが推奨されることが多いんですが、やっぱり定番的すぎてしまうので、ちょっとこう今の旬なものを取り入れてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。そういった意味では、まあ例えばこう高の低いスニーカーであれば、最近はやっぱり人気高いのがアディダスのサンバですね。僕も去年履いてみて分かりました、何がいいんだろうなと思っていたんですが、履いていたらやっぱりですね使い勝手がいいんですね。様々なスタイルに合いやすくて、適度な緩さがあるんだけども、白ベースのスニーカーなので一定の小綺麗さだとか清潔感も漂いやすいというところ、そしてだいぶ使ってますよね。これそこそこシワが刻まれて汚れがついてきたんですが、そうなってからが本番なんですよ。白系のスニーカーって基本的にオールスタークップみたいなすごく綺麗な感じだと、やっぱり綺麗な状態からちょっと味わいが出てくるというか、汚れてくると、まあ手入れが必要だなって感じがしてくるんですけど、意外とですねこのあたりのサンバだとか、あとはですねこれも同じくアディダスの BW アーミーというシリーズのスニーカーなんですが、このあたりは汚れるとちょっと味わいが出てきて、むしろこなれ感が出てくるんですね。そういった意味ではミニマリストが履く白系のスニーカーとしては、小綺麗すぎるものよりも味わいが出てくるようなものの方が僕はいいんじゃないのかなと思ってまして、このあたりの2足をご紹介したいなと思います。あとはナイキのブレイザーローというスニーカーがあって、これもまた僕大好きで、1足潰して2足目履いたぐらい気に入っていたんですが、まあ、最近買うのであれば同じ立ち位置のサンバがいいんじゃないのかなと思います。でニューバランスでもし選びたいのであれば、ちょっと手元には今992しかないんですけども、今回ご紹介したいのがですね1906ですね。まあ、これがすごくバランスがいいんですね。その中でもまあ、グレーもいいんですが、ちょっとこうホワイトベースにシルバーが入ったようなこういったスニーカーが最近は出ていまして、これがですね着こなしの中でちょっと清潔感も漂いますし、ちょっとした明るさも取り込むことができて、しかもこうシルバーの近未来感も含めて結構ミニマリストの方にはまりやすい
いんじゃないのかなと思います。ユニクロのスタンドカラーブルゾンとの相性もいいかなと思うんで、このあたりですね、おすすめしたいスニーカーかなと思います。なかなか990番台はいいんだけども、ゲットするのが難しいのと、価格が3万円超えてきて、リアルには買いづらいんですね。そのあたりも含めると、1906のこちらのですね、ホワイトベースのシルバーのものに関しては、19,800 円ということで、ギリギリ2万円切ってるので、まだ買いやすいかなと思うんですね。もちろんブラック系のパンツにも合うし、グレー系のパンツにも合うので、まあ、ミニマリストの着こなしにもバチッとハマるかなと思うので、もしニューバランスのスニーカーを選ぶのであれば、こちらがいいんじゃないのかなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんスニーカーもちょっとした旬な部分を取り入れて、シンプルすぎるスニーカーよりもちょっとトレンド感のあるものを選んでもらうと、良いスパイスになるかなと思うので、よかったらチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人ミニマリストの春服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。結構少数精鋭で間違いのないアイテムをご紹介できたかなと思います。まあ、ブルゾンに関してはもちろんバリエーションがあった方が着こなしは楽しめるんですが、もし1枚持つのであればショート丈のブルゾンですね、これがあればすごく使い勝手がいいなと思ってまして、それに対してまあ、そのブルゾンがブラックなのでボトムスはグレーを合わせてベースを作ると。でブルゾンとボトムスは1個ずつですね。あとはバリエーションを出すために内側にはスウェットとあとはシャツですね、綺麗めな方向とカジュアルな方向を持っておけば、まあ、結構回せるんじゃないのかなと思います。あとスニーカーに関してはサンバだとかジャーマントレーナー的なものをご紹介しましたが、まあ、それ以外にもニューバランサーとか、まあ、皆さんもきっと1足だけっていうわけではないと思うんですね。お手持ちのものが必ず2、3足は持ってるかなと思うので、靴変えるだけでもかなり方向性が変わるかなと思いますし、まあ、それ以外のアウターも持ってるかなと思うので、結構今回ご紹介したアイテムと手持ちのものを足してもらえばミニマリスト的な着こなしは充実感があるようなものになるかなと思うので、よかったら楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからそれ以上のですね、ドメスティックブランドという価格帯だとか、あとはちょっとツー向けの専門ブランドに関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にですねライブ配信を毎週行ってるんですね。皆さんからいただいたご質問に直接その場でお答えする形で結構盛り上がりながらやってますので、気になる方はですね概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、僕が買ったものですね、意外と最近普通の動画では僕の私物って出さないようにしてるんですけども、まあ、その後の私物に関してはオンラインサロンだとか YouTube のメンバーシップの方でディープに解説をしています。僕もオンラインサロンではほぼ毎日ですね、日曜日以外全部の日執筆してますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれな好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。